いよいよ大会当日、28の国と地域から412名の選手が参加しての第21回大会のスタートが着々と迫ります。ハインツ・フライ選手をはじめ、エレンソ・バンダイク選手、広道純選手といった有力選手はもちろんのこと、選手全員がそれぞれの思いを胸にスタートの瞬間を待っています。今年なんか最高齢で、そういう話聞いて少し頑張らんと笑うですね。お父さん母さんはもう5キロまで頑張らいいわって言ってるんで、本人はもう感想ですね。もう本当力出し切るレースにしたいんで、このレース自分も本当に楽しみながら走りたいっていうのがもう第一の目標にありますんで、ここに来ると、エネルギーのこの集結してるような場所に、思えるからね、まあ、エネルギーもらってまた帰って、それをまた神戸で、生かしていこうかなと思って、はい、皆さん頑張ってください応援してます。午前11時、ついにマラソンの部総勢180名のスタートです。マラソンの部のコースはまず大分県庁前をスタートし、王子折り返し点から難易度の高い鶴崎テクニカルコースへ向かいます。さらに直線コースへ戻り、スピードを競いながらクバル折り返し点でターン、再び鶴崎テクニカルコースを戻ってフィニッシュの市営陸上競技場へ向かいます。さてマラソンの部スタートから3分遅れで、いよいよハーフマラソンの部スタートです。ハーフマラソンはスタート後、王子折り返し点を通過した後、三佐で折り返しフィニッシュへ向かいます。レースは王子折り返し点を過ぎた弁天大橋の上り坂では多くの選手たちが苦しんでいましたが、スピーカーを使って大きな声で応援する人々も登場。大声援に励まされ一生懸命走る姿が感動的でした。こうした姿に沿道で応援の皆さんもどんなに力づけられていることでしょう。本当にもう偉いなと思いますね。でも励まされます。私も自分も頑張りたいです、はい、さらにこの大会より県内の小学生を対象にしたキッズボランティアサークルが発足。さてレースは続き、マラソンの選手たちが鶴崎テクニカルコースへ向かう中、ハーフマラソンのトップ集団がフィニッシュ目指して直線コースを帰っていきます。ハーフマラソンの記録に挑む初出場の笹原選手も力の限り車輪を回します。一方鶴崎テクニカルコースでは選手の技量を試すかのようにカーブが続きます。マラソン折り返しのクバル、トップは俄然独走のハインツ・フライ選手です。ライバルエレンスト・バンダイク選手は不運にもレーサーのトラブルに見舞われていたのですが、持ち前のパワーで2位集団をゴール直前まで引っ張ります。その頃、大会史上最も速い記録で市営陸上競技場へ姿を見せたハーフマラソンの部のトップ集団、渡辺俊介選手、エクトル・エルナンデス選手、そして笹原選手が最後のデッドヒートを繰り広げましたが、渡辺選手が逃げ切って優勝。ワンツー入りたかったですね、笹原さんの。女子の部ではレースを始めてまだ2年、本大会初出場という長澤麻子選手が2位の中国ウエン・チン選手に2分近い差をつけて初優勝しました。1時間切るのが目標だったんで、ちょっとショックでした。最年少の松田選手も174位でフィニッシュ。中のアナン選手も無事に完走することができました。こうして次々にハーフマラソンの選手がフィニッシュしてくる中、圧倒的強さのハインツ・フライ選手がフィニッシュ。2位以下に7分以上の大差をつけての9連覇11回目の優勝です。
2位はサウル・メンドーサ選手、3位はジョエル・ジャノ選手です。エレンスト・バンダイク選手は4位に終わりました。そして5位に国内1位となる広道純選手がフィニッシュ。一方女子の部では期待の土田和歌子選手がトップ、しかも世界記録を更新しての初優勝、新しい女王の誕生です。手に汗握るレースを終えて表彰式が行われます。9連覇のハインク・フライ選手をはじめ10位入賞までの選手にトロフィーと記念品が授与されます。